今回は先日新機能として実装されたサウンドクラウドの自動マスタリング機能の使い方について解説を行っていきます。マスタリングは音楽制作の最終仕上げの役割を担うもので、世間で聞かれている楽曲のほとんどはこの工程を経た後にリリースされています。楽曲のクオリティを左右する大切な工程であるものの、専門性の高い技術が必要となってくるため、敷居が高いと感じられる方も多いのではないでしょうか。楽曲は作ることができるけれども、自分でマスタリングを行うことが難しいといった方は、ぜひお試しください。まずはサウンドクラウドにログインし、楽曲をアップロードします。楽曲のアップロードが完了すると、このような画面が表示されます。サウンドクラウドは音楽共有サービスですので、楽曲を公開することを目的としていますが、自動マスタリング機能のみを目的として使用したい場合は、このプライバシー設定をプライベートにしておくことで、楽曲を公開することなくマスタリングが行えます。逆に公開したい場合はパブリックにしておきます。セーブを押すと画面が切り替わりますので、このマスタートラックをクリックし、マスタリングに進みます。ここではこの後行うマスタリング内容の確認の際に、楽曲中のどの部分をプレビューするかを指定します。プレビューする箇所が決まりましたら、コンティニューをクリックし、楽曲解析へと進みます。完了後、ページが切り替わり、ここで楽曲をどのように仕上げていきたいか、細かなマスタリング内容の指定を行います。まず、下の4つのアイコンからは、マスタリングタイプを選択することができます。クリックをすると、マスタリング処理が行われたサウンドがすぐにプレビューされます。このマスターオリジナルをクリックすると、元のサウンドとマスタリング後のサウンドを切り替えることができます。別のマスタリングスタイルを選択してみると、それぞれ異なる雰囲気になりますので、好みのものを選択します。マスタリングインテンシティでは、マスタリングスタイルのキャラクターをどのくらい反映させるかを調整することができます。値が100の場合は、楽曲の質感が最も強く変化し、0の場合はサウンドのキャラクターは変わらず、音量感のみ持ち上がる状態になります。マスタリング内容が決定しましたら、コンティニューをクリックし、決済ページへ進みます。サブスクリプション契約がプロ・アンリミテッドの場合は、月3曲まで無料マスタリング機能を使用することができるため、決済系の項目は表示されず、マスタートラックをクリックすることで楽曲全体の処理が行われます。ベーシックプランで登録している場合は、1曲 4.99 ドル必要となるため、マスタートラックから決済情報の入力を行います。処理が終わりましたら、楽曲全体でマスタリング前後のサウンドが確認でき、内容に対する満足度を下の絵文字アイコンで評価することができます。ダウンロードファイルからはマスタリング済みのファイルをダウンロードが可能です。ファイル形式は最初にアップロードした元のデータと同じフォーマットで生成されるため、ファイルをダウンロードされる場合は音質劣化のないウェーブファイルでアップロードすることをお勧めします。Go to your track からは楽曲ページに進み、このようにマスタリング処理が行われている表示が確認できます。もしマスタリング前のデータをダウンロードしたい場合は、エディットページ左上のダウンロードファイルから元の状態であるプリマスター、マスタリング後の状態であるマスターを個別にダウンロード可能です。音圧感の調整は行えませんが、キャラクターの調整ができること、そして何よりも簡単操作でマスタリングが行えることが最大の特徴となっています。30秒間のみのプレビューは無料で行えますので、ぜひ一度お試しください。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。